佐久間信盛追放事件後に新しく近畿方面分団長に就任した明智光秀は忙しかった。その剣はかようにいたせ。はっ。その剣はこうじゃ。はっ。その剣はかようにするがよかろう。はっ。光秀様、信長様がお呼びです。わかった。急ぎ参る。光秀、参上をつかまつりました。うむ、そなたに任せたきことができての。申し訳ございません。それがしは、ただいま、手一杯なれば。そうか、できぬか。天皇陛下の要望に応える仕事なのじゃが。なんと、天皇陛下の。できぬとあれば仕方ない。他のものにさせるか。お、お待ちを、できまする。されば、仕事内容を教えてくだされませ。ん？そうか。では、任せよう。京都で馬揃えのパレードをやってもらいたい。馬揃え？おー。先に安土で開催した火祭りの噂を陛下が耳にされたようでの。ご覧になりたいとの申せじゃ。では、火祭りではなく馬揃えをなされるのは、その方が盛り上がりそうではないか。なるほど。それで準備をそれがしにお任せいただけると。どうじゃ、やりがいのある仕事であろう。何しろ陛下を招いての展覧パレードじゃ。生涯にまたとない武士の誉れとなろうぞ。はっ、必ずや信長様と陛下の期待に応える馬揃えといたしまする。そして天正9年2月28日1581年4月1日京都にて盛大な馬揃えが行われました。最初は丹羽長秀の舞台のようです。進めー。なんと、これは見事。これは明智光秀の舞台ですの。これは柴田勝家の舞台ですの。これは前田利家の舞台ですの。最後は織田信長殿のようですな。めいかがでしたでしょう。いや、見事であったが、その横のものは。このものは明智光秀と申すもので、こたびの馬揃えを仕切りました責任者なればお声掛けいただければと思い連れてきました。そうか、光秀と申すか。こたびの馬揃えは見事であった。褒めてとらすぞ。直答を許す。返事をされよ。お許しをいただけた。返事をするがよい。お褒めいただき強烈至極にござりまする。ここからはこの馬揃えについて下記の事項について考察したいと思います。1、この馬揃えは天皇を威嚇するために行われたのか。2、この馬揃えによって光秀の立場はどうなったのか。これらについてうくぬし的に考察してみます。1については、この馬揃えは天皇の希望によって信長が開催した経緯や信長と天皇の関係が良好であったことを考えれば、うくぬしは威嚇ではなかったという考えです。近年見つかった扇町天皇が信長に送った書状から両者の関係が良好であったことが分かっていますので、威嚇説の説得力はなくなっています。
丸二については、光秀はこの馬揃えによって、信長に次ぐ実力者となったと、自他認める状況になったと考えます。何しろ、この馬揃えは天皇陛下を招いての、超一大イベントです。それを任され、成功させたのです。光秀にとって、これが誇りとなり、プライドともなり、自信ともなったことは想像に難くありません。もしも、この誇りを汚されるようなことがあれば、それ、を許すことはできなかったでしょう。そして、それ、が起きてしまったのが本能寺の変につながったと鵜主は思うのです。この、それ、については次回以降にて、